マンハイム・サールブリュッケン線は、バーデン・ビュルテンベルク州マンハイムとザールラント州、ザールブリュッケンを結ぶ、伏線、電化の幹線鉄道である。この路線は、プファルツ地方では、最も重要な路線であり、旅客運送の部門にも、貨物運送の部門にも、国際的な東西線の中枢及びポス線の構成要素として機能している。マンハイム・サールブリュッケン線は、 クファルツルートビヒ鉄道から生成されて、ルートビヒスハーフェンホームブルク区間はこの路線と一致する。残りの区間は1867年から1904年まで建設された。1969年ルートビヒスハーフェン中央駅は移転された以来、この路線は現在の形態をしている。一部区間は列車が時速 200km の速度で走行するよう、 回収されている。この路線は、マンハイム中央駅から始まり、まず数キロメートルの線路は三線複線あるいは、複々線である。マンハイム駅で、リート西部線が分岐して、列車は、宗教回線のある、コンラートアデナウアー鉄道橋を渡る。この路線は次に、ルートビフィスハーフェン中駅を経て、中央駅に至って、マインツ方面の連結線が、他のプラットフォームで合流する。 列車は南西方向に一直線にシファーシュタットへ走行する。リムブルガーホーフ駅の北側から高速新線が分岐して在来線と平行に伸びている。新線はリムブルガーホーフの南端を過ぎてもっと緩慢な曲線ともっと短い距離でシファーシュタットを迂回する。一方シファーシュタット駅ではボエルト方面の線路が左の方へ分岐して列車は西へ向かう。 ボエールイゲルハイム駅の真後ろに新線が在来線と合流し、この路線はプファルツ北線の合流点の真向かいまで西へまっすぐに向かう。ビサンブール方面のマクシミリアン鉄道がこの路線と合流して列車はノイシュタット中央駅に到着する。この路線は続いてプファルツ森へ向かってライン地交代を抜ける。プファルツ森の中にはこの路線の曲線部の数が 確かに増加する。列車は国道39号を沿って、時には立体交差で道路の上で走行する。ノイシュタット・カイザー・スラウテルン区間には列車が109メートルの高度差を超えて12個のトンネルを通過する。この路線はランブレヒトまでシュパイアーバッハ川に沿って続き、ランブレヒト駅では1984年から保存鉄道である格好鉄道。 すなわちエルムシュタイン谷線が分岐する。列車はレムブレヒトを過ぎてからホッホシュパイアーバッハ経流を8度渡っていくつかのトンネルを通過する。ナイデンフェルス駅の北側ではナイデンフェルス城遺跡及びリヒテンシュタイン城遺跡が見える。列車が上にフランケンシュタイン城遺跡のあるトンネルを通過するとすぐフランケンシュタイン駅に至る。この路線は フランケンシュタイン駅から西へ向かって続いて、ホッホ・シュパヤー駅の直前にあるゼンツ谷線の分岐点と合流点がある。列車はフランケンシュタイン駅から国道48号を横切る架け橋を通過して西へ向かう。プファルツで最も長いトンネルであるハイリゲンベルクトンネルの上には、シュパヤーバッハオ側の水系とラウター側の水系の境界は分かれている。 沿剣バッハ方面の線路がこの路線と交流して、列車はすぐに、カイザースラウテルン中央駅に到着する。カイザースラウテルン駅の西側でまず、ビーバーミュール線が南の方へ、ラウター谷線が北の方へ分岐する。列車は、その後一直線で、アインジードラーホーフ総車場を、そして、ラントシュテウール経由で、西プファルツの平らな小宅地を通過する。この路線は、 自然保護区域として指定された草地を沿って、すぐにハウプとして売る駅に至る。列車はブルフ・ミュールバッハ及びホーゲルバッハを経由して、宗教海線を越え、ホムブルクへ向かう。ホムブルク中央駅では、離停表が 31.1km から 8.3km に急に変わり、それはプファルツルートビヒ鉄道の起点であったプロイ線、国境線から由来する。 ルートビヒ鉄道の本線は、ホムブルク駅から、ノインキルヒエン方面に右側に、現在には廃線であるホムブルクツバイキルヒエン線は、南へ分岐する。列車は、ブリース川を渡って、セイングベルトイコールキルケモリの北端を沿って走行する。この路線は、ロールバフ派では高速道路の下を横切るとすぐに、ランダウ方面の鉄道と合流する。列車は、 ロールバフハオ側と平行に走行して、その河川を3度渡りながら、聖、イングベルト、レントリッシュ、シェイトを経由する。ハルベルクで、ザールブリュッケン・サルグミーヌ線が、そして市内でナーヘタニ線がこの路線と合流して、列車は終点である、ザールブリュッケン中央駅に到着する。1900年頃のイシュタットのルートビヒ鉄道1816年から、プファルツは、ミュンヘン条約により、 バイエルン王国に属することとなった。ルートビヒ鉄道開通のきっかけで、プファルツ領内にも、鉄道を建設する計画が立てられた。1836年1月26日プロイセンのザール地方企業家たちは、東西線構築の目的でザールブリュッケンからマンハイムに至る鉄道建設をために、会社設立を決定した。もし、ザールブリュッケンとストラースブルーが、 鉄道で結ばれたら、プファルツは孤立される恐れがあった。またライン側西側の鉄道路線があれば、戦争の場合フランスが軍事的に有利かもしれない危険も含まれていた。同じ頃、企業家たちはベクスバッハの炭鉱で生産された石炭をライン側へたやすく移送することに関心を持っていた。1837年12月ルートビヒ一世は、 マンハイムの共闘補からベクスバッハのプロイセン国境に至る東西線及びのライン側の西側を経てローテルブールの国境に至る南北線の建設を許可した。国王はその他に両会社の管理局はプファルツ領内に位置して株主はバイエルン人だけ許容されることを確立した。その設立予定である株式会社は最長99年間特別権利を持って 次には鉄道などの資産は国家に帰属されるべきであった。1838年1月10日、臨時組合が結成され、東西線建設を促進して、ザール地域の石炭をライン側へ輸送しようとした。その当時バイエルンの唯一の炭鉱はベクスバッハの東側にあるフランケンホルツ炭鉱であった。他のバイエルン炭鉱には、歴生炭が採掘されたので、 炭素純度が低くてその石炭は蒸気機関車の燃料には非効率的であった。ザール地域の石炭はルートビヒスハーフェンから水運でマイン川を通じてバイエルン本国へ運送された。聖、イングベルトはプファルツルートビヒ鉄道の生誕の候補地であったがプロイセン王国の領土拡張の圧力を受けていた。ノインキルヒエンの豊かな石炭資源を漁でベクスバッハは 生誕として決定された。ツバイブリュック県氏は市を経由し南側に向かう鉄道を建設することを嘆願した。その場合経路はかなり迂回することとなって、ホムブルク駅の連結線が妥協案として採択された。次に、プファルツモリを通過する2つの経路が論議された。デュルクハイムダニーを通じる経路では巨大な高架橋が必要であった。 フランケンシュタインの森坂は急勾配で固定された蒸気機関と工作鉄道が必要であった。一方のイシュタット方向の経路では工作鉄道が必要ないのでその経路が採択された。プファルツの中心都市であるシュパヤーを終着地とすることも提案された。しかしラインネッカー地域への石炭輸出が最も重要だったのでこの提案は可決されなかった。 それでも失敗や方面の支線も実際には本線と同時に開通された。1838年3月30日バイエルン王国のプファルツライン共同法ベックスバッハ鉄道会社が設立され、後にプファルツルートビヒ鉄道会社として同じ区間の鉄道建設を企画した。ルートビヒ鉄道の責任者であったポールドニーの要請で、 段階的な建設は1844年4月に始まった。プロイセン国境とカイザー・アスラウテルンの間には、乱としてーる湿地帯の沼地の底のため、建設技師たちは区間によって、土手道の乗り面を10メートルほど上げねばならなかった。鉄道建設は、ルートビヒスハーフェン、ノイシュタット、カイザー・アスラウテルン、ゴムブルクで同時に実施された。 1847年6月11日ルートビヒスは、フェンノイシタット区間の開通式が行われて、機関車ハールト号が開通列車として運行された。カイザースラウテルンノイシタット区間に、プファルツ森の貫通工事は、費用の高いと判明されたので、線路は西側へ連続的に建設されなかった。1848年7月2日ホムブルク。 カイザースラウテルン区間は開業され、同年12月2日フランケンシュタインまで延伸された。1849年6月ホムブルク・ベクスバッハの国境区間の開業で、ベクスバッハ単行は、鉄道で直接に連結された。ノイシュタット・フランケンシュタイン区間の竣行は、土地買収問題と地形上の難点のため遅延された。同じ頃ドイツの3月革命が起きて、革命軍により、 線路の一部が破損された。1849年8月25日に、プファルツルートビヒ鉄道の本線が完工された。1851年に、ノインキルヒエンルートビヒスハーフェン区間に、電信線が設備され、翌年から、郵便物は、汽車で運送されていた。マインツルートビヒスハーフェン区間の開業で1853年から、マインツは、パリと鉄道で結ばれている。 1856年6月プパルズ・ルートビヒ鉄道の全区間で伏線化工事が完了した。1867年6月にプパルツルートビヒ鉄道会社は、ビルツバッハ鉄道の一部であるセイ,イングベルク・ハッセル区間を開通した。しかし地形不安定の問題で、改善案であるロールバッハウ海線が採択された。鉄道の移設は、軍事戦略上の利点のため、 帝国政府が、迂回線建設を関与した。プファルツ鉄道は移設プロジェクトに資金を全部、調達できなかったので、帝国政府は補助金を支給した。1895年9月7日に、セーイングベルクロールバッハ区間が開通された。一方、ホムブルクとセーイングベルトとの直接連結は、両子の関心を引いた。戦略的な理由で、 ロールバッハ・ホムブルク区間の建設は、世紀の転換期に決定され、1904年1月1日、ロールバッハ・ホムブルク区間が開通された。同時に、シャイト・ロールバッハ区間は複線化された。1899年からシファー下・シタとルート・ビヒス・ハーフェン区間の複々線の改修が始まり、1907年、立体交差方式で完成された。 鉄道電話線はこの頃カイザースラウテルン・ホムブルク区間及び聖イングベルト・ザールブルク県区間に取り付けられた。1909年1月1日にルートビヒ鉄道及びホムブルク聖イングベルク線はプファルツ内の他の路線とともにバイエルン王立鉄道に属することとなった。1 9十四年全体区間の複々線計画が立てられたが第一次世界大戦が起きて その計画は実現されなかった。戦争の初期には兵力輸送の列車がたびたび通行したが、戦争の経過によって線路と構造物が損傷を受けた。終戦直後にはライン鉄道橋を経由した旅客列車が運行不能となったが、1919年8月に運行は再開された。ライン側の両岸都市に通行量が急増して、1850年代の 末期から両都市の鉄道連結が要求されていた。1860年代にバーデン・オーデン・バルト鉄道の建設により、ルートビヒ鉄道をビュルテンベルク王国を貫通させずに、ウンター・フランケン地方と連結するのが必要であった。マインツとケールの協力建設も、ルートビヒ鉄道の競争力損失危険をもたらした。1862年の初期に、両国の条約では、 バーデンの鉄道橋の橋脚と兄弟設置を担当することが合議された。バイエルンは鉄道橋の昇番及び舗装、線路設置の責任を負った。同年6月にバーデンとバイエルンの代表者たちは建設現場で一定の合議をした。それはバーデン本線の起点であるマンハイム駅を割れ目の連結のために移転することであった。しかし工事に関する 具体的な論議はまだなかった。1863年ルートビヒスハーフェン、マンハイム区間の連絡船がすでに運航されたが、その運航は急激に限界にぶつかった。1865年2月建設工事が始まり、礎石構造で用いられた石材はハールト山の採石場で算出された。1867年2月25日ライン鉄道橋が竣工され、 同年8月10日に2番目の軌道がその橋の上に追加された。マンハイムの新駅舎は1876年に完工された。聖・イングベルトは1867年すでに開通されたビュールツバッハ線を保有していた。1869年聖・イングベルト・ザールブルク県ケン区間建設の地域委員会はバイエルン政府ともプロイセン政府とも対面した。 バイエルン政府は財政不足の理由で直接的な仲裁を拒絶した。それでもザールブリュッケン市の委員会はザールブリュッケンサルグミーヌンとの連結の条件で費用を負担するとすでに宣言した。しかし不払戦争で条約はまだ締結されなかった。1872年に利回り保障の法案は通過されたがザールブリュッケン駅の急増する通行量と 鉄道運営の分割問題のため、ザールブリュッケン氏との交渉は難しかった。1877年鉄道建設に関する条約は締結され、聖イングベルト駅の根本的な改築が必要であった。1879年10月15日聖イングベルトザールブリュッケン区間は開業された。その区間は、シュバルゼンアッカー聖イングベルト区間の延伸路線として、 ザールブリュッケンからの石炭輸送に利用された。それで、既存のノインキルヒエン、ベ、クスバフ派への経路より、石炭運送の時間と費用は節約されることができた。それは当時ドイツ帝国に併合されたロレーヌ地方の生産品にも適用された。国境駅であった、ホムブルク西駅ホムブルクザールブリュッケン区間は1920年5月10日から15年間国際連盟の 委任統治を受けて、同期間にフランスの関税地域であったザール地域に属していた。プロイセン王立鉄道のザールブリュッケン管理局を継承したザール鉄道がその区間を担当した。その関係で貨物輸送を担当するホムブルクに市役が開業された。一方残りの区間は帝国鉄道に属して2年後ルートビヒハーフェン管理局に管理されることとなった。 1920年にアインジードラーホーフ操者場が開業され、カイザースラウテルンの操車場を取り替えた。1923年3月から1924年1月まで、フランスがこの路線を軍事目的で使用したこともある。1926年伏線の貨物船がカイザースラウテルンアインジードラーホーフ区間で追加された。一方ライン鉄道橋は重量問題のため、 1932年新しい鉄道橋が竣工された。1933年から国境駅であったホムブルク西駅は共産主義者の亡命通路として使用された。1935年からザール地域の帰属でこの路線の全区間は帝国鉄道に属していた。第二次世界大戦の勃発直後、この路線はドイツ兵力輸送のために利用された。 1943年より爆撃のため主要駅と施設物が激しく破壊された。1945年3月ドイツ国防軍は連合軍の進軍を阻むためにライン鉄道橋を爆破した。アメリカ軍がプファルツを占領してマンハイムとルートビヒスハーフェンの間に単線のパイル橋を仮橋として建設した。ルートビヒスハーフェン中央駅の移転1947年。 ザールラント国内のホムブルクザールブルク県区間はザールラント国営鉄道によって管轄された。ホムブルクの東側の区間は1949年からドイツ連邦鉄道のマインツ管理局に属していた。1957年1月1日ザールラントがドイツ連邦共和国に帰属されて、この路線は連邦鉄道に属しザールラント国営鉄道の代わりに ザールブリュッケン管理局が登場した。特急列車と国際列車の通行はこの路線にとってかなり重要であったので、電化は1960年から始まり、1964年3月12日に完了した。ノイシュタット・カイザー・スラウテルン区間には特にトンネルが多いので、そのトンネルは拡張されねばならなかった。それで列車は単線で運行され、 1960年3月から貨物列車はランダウとラグマイルを経由してボルムス方面に迂回した。1960年代にルートビヒスハーフェン中央駅の新駅工事が始まり、1969年6月1日三角型の駅が公式的に開業された。1970年発表されたドイツ連邦鉄道の鉄道網改良プログラムによれば、 ホッホシュパイアールートビフィヒスハーフェン区間の新線建設が1985年春行に予定された。その新線はフランケンタール市でマインツ・マンハイム線と合流する予定であった。連邦交通計画1973ではカイザースラウテルンルートビフィヒスハーフェン高速線が含まれたが、この計画は実現されなかった。百八十五年と百八十六年に、 かけて、ドイツとフランスの実務者グループは、LGV 島線とドイツへの連結線との積係で、ザールブリュッケンルートビヒスハーフェン区間の新線及び改良線の研究を行った。三つの提案は、全区間の改修、プファルツモリ区間の高速新線建設、ザールブリュッケンホッホシュパイアー区間で、アウトバーン6号に並行する新線建設であった。 しかしこれらの計画案は実現されなかった。1992年5月22日ドイツとフランスの両国運輸省はマンハイムザールブリュッケン線を考慮してパリ、東フランス、南ドイツを結ぶ高速線に関する協定を締結した。マンハイムザールブリュッケン線の改修に関する報告書が1993年中期に提出されて、 内容は4つの改修案の費用と短縮時間を互いに比較分析することであった。1995年からノイシュタット・ボエービヒ駅は乗降場の追加設置で、ルートビヒスハーフェン方面の列車も停車していて、この駅は以前には北の方向へ分岐する北線掛けに開放されていた。1998年5月ドイツ連邦とドイツ鉄道は、 マンハイムザールブリュッケン線の改修に関する3億5140万マルク相当の財務協定を締結して、このプロジェクトは2004年完了すると概算された。第一段階は、車体系車式車両は時速160キロメートルで走行するように線路を補強することであった。西いイングベルトマイナスキルケル区間とノイシュタットルートビヒスハーフェン区間は、 時速 200km の速度で走行することが可能となった。2003年からシファーシュタットで急行列車及び貨物列車用迂回線路が利用可能である。2003年12月に S バン列車の運行がマンハイム・カイザースラウテルン区間で始まり、2006年ホムブルクまで延長された。この頃2000年に創立された西プファルツ運輸連合が ラインネッカー運輸連合に併合された。S バーンの導入に従って、プラットフォームの高さは76センチメートルに、長さは、カイザースラウテルン異性では140メートルに、ルートビヒスハーフェン・カイザースラウテルン区間では210メートルに改築された。2004年5月14日に、ドイツ鉄道とフランス鉄道線路事業公社は、パリザールブリュッケンルートビヒスハーフェン区間の欧州 鉄道交通管理システム及び保安装置設置に関する了解覚え書きへ署名した。時速 160km 以上の走行に要求される ETOX レベル2の保安装置設置は2008年末期まで完了するべきであったが、その計画は後に延期された。列車はカールスルーへ運転指令所で遠隔操作で統制されるよう取り決められた。二千七年五千万ユーロの資金が 線路の改修へ投資されたが、プファルツモリの貫通区間は、本来計画と違って、変化なしに保たれている。2010年中期からルートビヒスハーフェン、リムブルガー方復区間で三線伏線工事が始まり、2014年末期に完了した。ザールブルクッケンホムブルク区間は、ザールラント運輸連合の料金システムが適用される区間であり、ホムブルクマンハイム区間は、 ラインネッカー運輸連合の管轄区域である。ありがとうございます。